に決まってない。みんなで直樹君見たいって。いや、ここっち。じゃあ、こっち座って、あの時。端でいいです。いいから。あ、いっぱい。前のあれ、のぐり、ネットで買った。めっちゃお肉か余ったね。あ、これ俺のだっけ。あ、そうそう。あ、ありがとうございます。みんな持っちゃう。いただきます。めっちゃあるよ。これメガネいくらだ。それ偏光レンズじゃないよ。はい、偏光レンズ。めっちゃあります。ドアは入ってます。なんか黄色くないちょっと。まあ、ちょっと。うん、かしかし。それ、ちょっとやったらなんか、本当ハリソン・オクムラになるんだけど。あ、ヒカキンに似てる。えそこまでね。揺れた、地球。揺れたわ。目悪いんだ。はい、そうです。本物だ。ミニオン。これ、いくらするミニオン。これはちょっと高かったね。おいくら万円ですか。分かんない、忘れちゃいました。 OK です。二人の配信の時は食うんや。二人の配信はあれさ、あの二人で配信してるじゃん。で収益あるじゃん、意外と折半の。僕、うん、もちろん、まあ、ミニオン君に飛んだ分はミニオン君に飛んだ分はえ、だってそれがどうやって分けるのって。いや、ミニオン君の放題っていうのが飛んだ場合はこっちに、あの、え、ミニオン君枠やってんの。あ、ミニオンさんにみたいなアイテムだったの。そうです、モグゴリ。いやモグゴリみたいじゃない、なんか制度どうしたらいいんですかね。え、じゃあいくらぐらい渡したの。いや、え、本当にもらってる。はい。おお、いくらもらったの全部で。いくらですか。中抜きしてるか、やっぱこれ。いや、違います。中抜きしてるだろ、これ。ちょっと待ってください。金額言ってないじゃん。違います、本当に。いくらもらった、いくらもらったって言うでしょ、普通。え、だって結構稼いでない。シルバーだったんでしょ、だって。そうですね、はい。1週間ぐらい。1週間。いや、僕な、やってないですよ。中抜き直樹。いや、してないです。ブローカー直樹です。ブローカー直樹。それで香水買ったんか。中抜き直樹、すごいいいぞ、ボロクは。僕、違います。何してんの、お前さっきから、ね、こいつさ、サボだよ、もうマジで。カメラにさ、天皇陛下だよ。ね、やめてやつ。何しに来たんだよ、ひよこ。だ、誰に手打ってるの。爪痕残せよ。囲いからよ。囲いが来てるの。そうそう、そうなの。手振ってって言うから。アイドルなの。違う。あ、びっくりした、俺に来ると思うんだって急に、それ古いよ、急に喋んねえな、だって。ああ、ビールも飲んで。え、飲んで。あ、甘いか。くしゃ、甘いじゃん。トイレ行ったの。甘いじゃん。何、俺の本気飲んだの。ちょっと、こんなトイレ行ったのかある。いや、ないです。え、あれね、うん、あれね、クラウンくんね。何言ってこれはもう体調悪い。あ、でも楽しいね。熱がインフルする。いや、お前どうして39度、うん、40度近くですよ。マジ。もういらない。いや、ちょっと多い。あ、多い。いや、そんなことはないです。いや、なんか全然食べないじゃん。すいません。え、なに、普段食うのミニオンって。普段はだってごつ盛り1日1食でしょ。そうなの。え、だってさ、え、じゃあさ、その、じゃあ収益がさ、1日2万とかあったとするじゃん。あるね。折半だったら大体1万1万じゃん。何に使うの。いや、一
一緒に主演してるんで。あ、そういうことか。はい、え、それはじゃあ直樹の分になるじゃん。はい、直樹こう、まあもらってるわけだ、それなりに。怒るの？怒んないですね。怒んないの、はい、ひどいね。貯金してます。貯金してる？貯金？貯金してんの？誰が？貯金直樹？貯金してるって。何でお前、うん、いや、なんかあの収益あるじゃん。で、なんかミニオン君が入ってない時は収益全部自分のものなんだって、うん、でってことは結構お金もらってるじゃん。この前の7000とは貯金してます。全部でいくらだ？だからいくら？だお金かかんないんでしょ、だって。まあそうですね、お金はかけてないです。ミニオン君マジかよな顔してて。そう、こいつ貯金してやがったって。いや、そんなことないです。俺にもよこせって顔してるよ。いや、そんなことないです。俺使って金もらってんだから俺にもよこせって言ってるよ。そんなことないです。ブローカー直樹、そのうちこれ感想作るな。ミニオンです。ミニオンは配信しようがいいの？あ、まあ、俺のアウト携帯は、あ、そうある？うん、持ってない。はい、大丈夫？はい、大丈夫です。え、LINE のやり取りしてる？二人で。あ、僕ですか？うん、いや、あ、それは直樹50万どうなったの？いや、50万は、普通に話はしました。でしょ、したんでしょ？しました。で、そうですね、年末に渡しに行きます。はい、え、50万あるってことでしょ？いや、50万じゃないです。は、分割です。分割？はい、そうなの。稲くん、バトルとかって誰が選んでるの？いや、違いますよね、バトルは僕は、自分、はい、稲くんは選んでるの？なんか、毎日のように僕に来る気がするんだけど、バトル。おっ、もう絶対怖い。すみません。いやいやいや、全然。あ、肉もらっていいですか？なんか本物いいみたいなこと。過ごしやすいね。過ごしやすいわ。楽やわ、配信が。こんぐらい広いといいやん。引っ越せばなんか、あ、なかなか強制退場になるじゃん、ほんと。いや、なんないよ。まあ、まだなんない。え、でも。何をしたの、あれ。あ、なんか強制退去で。え、なんか俺の奥にさ、なんか中村君強制退去だってって言うかってきたんだよ。これ以上うるさくすると出てってもらいますって言われた。あの家、え、でも強制退去ってできんの？いや、できないと思う。だよね、うん、住んでる人が強いからね。うん、出ていかないって言ったら出ていかなくてもいいんだもん。横の住人って言ってんの？いや、横いないよ。あの向かいの部屋が、え、住んでなかった？向かいの部屋は、いや、住んでないよ。だって横ない。下しかない。いや、なんか家臣だっけ、誰かなんか、あ、ユモコユモコなんか荷物いっぱい持ってきてたじゃん。向かいのは、向かいはそもそもめちゃくちゃ幅あるから絶対聞こえない。木造なんじゃない？鉄筋、まあまあ、鉄骨、軽量鉄骨だから響くよ。ちょっと響くか。へぇ、物がないから、まず俺の家下の住人かで。そう、本当増えたのが犬だけだから。次、いつ来たの？いつ言われたの？もう1週間前とかじゃない？電話で、僕じゃありませんで、ね、認めたら終わりなんですねって。あ、それ僕じゃないですって言って着用しちゃった、解除したけど。え、毎日もあるの？そんなない。毎日はもう分厚いもんって。確かにあそこ広いもんな。うん、あと眉があのいつも配信してるキッチンで、うん、あそこなんかね、あの、なんていうの、か、角部屋、角、あの、そうなの、そう角部屋なんすよ。うん、でもどんだけどんちゃん騒ぎしても、苦情けへんの。あの、キッチンのところって、うん、あの、マンションのエレベーターがあるところなの。おうおう、場所的に、おう、そう、へぇ、苦情ないね、一回もない。ほんだ、毎日暴れる。いいね。そう思い出して。もう超三種類だと思う。そうなの。うん。違う。あの神奈川に干すの。いや、エリアだって言ってないけど、うん、あのキッチンが広いところがいいと思って。でもそうなったらでも本当神奈川しかないよ。都内でキッチン広いはもうありえないから。もっとキッチンが広いところで広々しとこで発信したい。
まなこさんち家くらいであの広くなってる。トニーさんどこエリア秘密なの？家立った近は。あ、言ってるんだ。さっきから神奈川。東京東京。東京で。でも神奈川寄りじゃない多分ね。あれ神奈川寄りなの？そうで。分かる。神奈川寄り。神奈川寄りなの？うん。立川だよ。みんな神奈川エリアの日本新社。立川は全然神奈川と違うよ。上だよ、青梅方面で。そうだよ。え、でも、越えたら川崎な。埼玉よりか。え、かえ、か、あ埼玉より越えたら山梨だよ。どっか。ねえ、みんな。あの辺住みやすいじゃん。ん住みやすい。うん。うん、この前確かにパニーで。あ、そうだね。あ、俺この前確かに行ったもん。マジやん。え、なんか。プライベートで。え、まや次何引っ越すんだよ。え？え、次のちょっとええとこ行こう。まやさんはね、稼いでるわな。稼いでらっしゃるからね。家賃いくらだの？え、言ってない言ってない。あ、言ってないんだ。あの部屋によって違うから家賃が。でもそんな高くないよ。え、じゃあそこに引っ越そうかな俺。あ、そこに？でもあそこマジであの配信的にいいと思う。響かない、うん、あと寝室とリビング結構廊下が長くて、だから誰かがあのキッチンとかリビングでやってても寝室から聞こえないから。へえ、ないね。いいんだけどね。めちゃくちゃミニオンの目合うんだけど何なんだろう。いやマジでミニオン君は人を見るよ、ね、チラ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 見る。すげえ見てる。警戒心があるんだろうね、多分ね。怪しいと思ってるんだから。あ、俺、うん、俺もそうです。怪しい。そうなんです。こいつ、なんか危害加えてくんなみたいな。誰だよって感じ。いや、そんなことないです。どうする、眉が描いてるザ・ミニオンから。ミニオンです。眉ちゃん、お世話になります。脱いでみたんです。入ってみたです。え、前年末どっか行くの？え、何も決めてないよ。プラン運動。え、ってか出かけなくない？年越しとかね、正月は混むしね、うん、いや、あれでしょ、なんか2回混む期間があるらしい。なんか9連休だから。9連休なの？そうだよ、そう、最初の28、9、20、27、28でみんな休んで、で、年明けまた帰省ラッシュで1、2、3と。マジで元気もあんねや。みんなスクワッチ見てもらわなかったな。いや、逆に見ないよ。見ひんのかな、スクワッチ。なんかみんな言ってるもん。だってノリさんとか1000人とかいる。1000人以下になるよ。え、そうなんだ。で、まあ、それはないでしょ。いや、マジマジマジ。いや、今年はないって。だからもうめっちゃバズってるから。ノリさんとか1000人、いつも毎年1000人以下だよ。年末選手は？いや、特に特になし。年末選手も沸かせるか。年末年始は僕見てください。ミニオンと直樹よろしくお願いします。年末年始はスクワッチ沸かしますって一生懸命。昔に経営が出るやつ、ね、なんで怖かったの？あれでしょ、キャリー呼んじゃダメみたいな感じでさ、枠流れてたから、うん、これあれのちゃん、ケテさんが NG だったから。キャリー、キャリー、うん、キャリー来てもらったけど、うん、なんかその、なんちゅうの、そのメンバー的にさ、うん、なんか考えるよとかよく見えるけど、最初、キャカシーもキャリーって何でいいですかって言われたの。ちょっと待って、待って、どうしたらいいかなって。ちょっと待てえなと、うん、あ、なるほどね。読んでよかったけど、ね、あいつ仕事してるかしもう謎じゃないな。キャリーもキリスト。え、キャリーも2位としてる。あ、そうなんや。ブク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 取ってて。プラチナのこれ。え、落ちた落ちた落ちた。え、いつ落ちたの？落ちた落ちた、すぐ落ちた。ありがとうございます。ハートの中に見えるのはミニオン、ミニオン、ミニミニオン。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね。何だろうな、キャリー。 TP ダンス。
ペイペイダンス。なんだあれ。ペイ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 。そうなの。ミオくんもやってハートの中に見えやって。え？え？ナオちゃんミニちゃんナオミニちゃんって。アイテム飛ぶよ。そしたら飛ぶよ。いいですか？ナオキやってみ、ナオキやってみてじゃん。はい。これですか？やるんだ。ですね。ハートの中に。ハートの中に見えるのは。ミニあの。なんですかね。なおちゃん。なおちゃん。ミニちゃん。ミニちゃん。なおミニちゃん。ミニちゃんです。でーすはいらない。なんですか。なおミニちゃん。なおミニちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。それをあのちょっと声高らかに言う。カシン君はそうだよね。じゃやってみて二人で。2人で やったらすごいないでしょ、だってありがとうございます、ありがとうございますしか言わないでしょ。あ、言わないです。でしょ、はい、ちょっとアクセントつけないといけない、やっぱり。あ、わかりました。やってみ、お二人でこうやってハート作って、そう、ハート作る、こうやって。はい、やってみて。やるんだ。やるばい。それはやるんだ。あ、それをやるの。そのハートを作るのはやるの。はい、せーの。ハートの見えるのは、なおちゃん、ちゃん、ミニちゃん、ミニちゃん、なおみちゃん、ちゃん、ちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。あれよ、最後まで。すいません。なんでそれだけ恥ずかしがるの。だってない、第七神学なんじゃないの今。そうですね、第七神学設定忘れてるって直樹今。すいません。第七神学呼んできて。はい。カシンとナオキってケパシンは僕ですか。うん、いや、あれ全部ネタな、多分ネタです。ネタないよ。何がカシンとナオキに喧嘩してるの。あ、ネタなの。あ、でもね、カシンからライン、あのカシンに配信上で言われてよ、ね、なんかナオキがもう終わりそうなんでちょっと助けてくださいって、うん、俺言われた。なんかあ、ナオキをもっと盛り上げてる。そうそうそう、心配されてる。いいお兄ちゃん。そうですか。もっとネタにしてくださいって。これマスク逆だよ。あ、本当ですか。うん、文字がね、逆だから。直樹、もう一回行くか、マネージャー。いやー、マネージャーですか、うん、え、なんでやめたの。そうそう、もったいないね。もったいないね。いや、行ってくるよ、もっと。怖かったな、コメントが。いや、あんな感じでいいと思う。虫苦しかったみたいな感じで。本当ですか。うん、行ってくるよ、お前、マネージャー。そうですか。また。モンシャリもありがたいと思うけどね。モンシャリってさ、コラボ相手に言われるの嫌だからさ、自分が言われるのはいいけど、ね、苦しかったするから、みんなモンシャリに行くしかなくなるからね。あきこママの店で働かないかって朝言ってた。え、あ、それやな。いや、働けないんだよ、まず。まあ、確かにね、たぶん、来ないよ。うん、来ない。え、あの、来ないのは大難人格が邪魔して来なくなるの、あれ。4人目の自宅ですね。いや、かましれない。あ、4人目の人格が、行こうとすると4人目の人格出てくるってこと。そうです。ミニオン、お前チャイルだった、自分の。いや、違うと思いますね。あ、違うんだ。この人格って台本なの？直樹さんの。いや、そんなことないです。切り替わるの急に。いや、分かんない。自分でも分かんない。分かんない。自分でも分かんない。自分でも分かんない。どうしても前の狂っちゃってる。あ、前知ってる。何？直樹のこう。何？直樹、直樹。はい。一回、一緒に上げて。足？足ですか。うん。何？どうしたの？鼓膜見えてるよ。これですか。え？え？なになに？ええ、ちょっと見して、ちょっと食べてみなさい。サバンナちゃんからクルーって書いてある。あ、これか、ペンデンちゃんにしたやつ。え、クルーって何？何クルー？どういうこと？クルーってな。え、この墨を入れたのは事件です。ぶつけました。クルーって書いてある。なんか書いてクルー。え、この墨を入れたら大難人格なの、これは。これは第一ですね。
大違いなんだ。中村入ってんの。え、おお、来る。俺入ってねえよ。一番入ってねえだろ俺。でも歌詞の方が言ってた。なんで？若い頃ダンキはヤバかったみたいな。でもポンプしたし、ちょっと。本当ヤバかった。え、なんかやんちゃしてたの？結構喧嘩したり。やんちゃしてた。そえ、でも喧嘩したんだ。でもその割に後輩にめっちゃ舐められてるよね。うん、え、なんか俗にいたとか。俗にいたの？いや、いないです、俗は。いないです。ブーンブーンって。いや、ポンプです、いないです。はい、え、でも埼玉でしょ？まあ、そうですね。はい。ミニオンも？いや、そんなことないです。え、でもミニオンさん、年収リング、もう、掘ってある。でも、こんなタイプじゃない？こっちカメの。なんか、バイクまたがると人格変わってさ。行くぞ！車乗ると人格変わるとか。あ、それかも。それだ。マリオカードで人格変わる。あるよ、マリオカード。いやだ、マリオカード。人格変わる。画面映せないから、もうミニオンくんの顔だけ映してる。ブランブランブランとか言うのだね。てってって、おれ！何？めっちゃ目よ。なんかめっちゃ睨まれたんだけど。ないです。そんなことないです。シャランキューの誠に似てる。シャランキューの誠激似あの、嵐の王の君の何ちゃん嵐の王の君似てる、うん、嘘でしょ。いや、ほんまやって。コメントあれよ、絶対に。王の君に。嵐の王の君。似てる。ケーキ食べますか。ケーキ食べる。あ、みんなに見せた方がいいね。うん、ケーキ買ってきたんです、僕ケーキ食べる。キッチンでカットしよっかじゃね。そうだね。そうそう、え、あ、ちょっと人数増えると思って2つカットやっぱいらない。ここであ、カットする。ひ開いてカットした方がいいかも。結構多分美味しいと思うよ、これ甘王だから。てれちゃんイチゴ食べれる、うん、キュウイ。ほら、わあ美味しそう。いちごタルト。これはいちごカスタードタルト。いちごカスタードタルト、うん、トップグループって書いてある。これ写真撮ったからよくない？いいよ、写真撮って撮る人。これアマオーの、ショートケーキ。こっちもトップグループって書いてある、うんうん、わあすげえ。2つかわいい。だってこれでスクショ撮るかな。今さ超え、コメント欄やばい。ごめんなさい。いいね、美味しそう。撮る写真。あ、撮る、うん、中村くんは撮るよ、これ写真。トップグループ。いや、なんか、まあ、食べれないけど映えますね、これね。どんな。あ、これ、書いてもらった。テレさん、見てトップグループ。めちゃくちゃ可愛いやん。ね、可愛いでしょ、うん、誕生日会みたいな、誕生日会みたいな。イチゴ直すか、うん、あ、お皿がないじゃん。皿ね、紙頼んどいたもん。あ、ほんとだほんとだ。あ、ほんとだ、お皿あるわ。よかったね、一応紙皿頼んで。うん、よかったよかった。あとね、あれ俺、フォークかなんかこの辺に置いてたと思う。10個ぐらい買ってもらったんだよ、人増えると思ったこれかも。あ、違う。あ、これカットしないと。なんで笑ってんの？中村くん、地形。
近い危ない小妻小妻あ、そうだそう、うん、え、これどうやって切ったらいいんだ柴田さんこうやってあ、こんばんは、いらっしゃいいいまあいいんじゃないとりあえず半分だねこうやって切っちゃういや、ついてない動かけよまゆ、挿入しますえキモいなんでそんなキモいのまゆちゃん柴田いないわ俺また米版になったんですよなんてコメントしたんだっけやばくないいや、わかんないね、俺もあ、ゆっこさんやめてください、あの風船1個でね、あのアピールするのあ、ゆっこブロックでえこその前のブロック、あの米版になったコメントもめちゃくちゃキモいんだよ、中村くんそれはでもしょうがないよなんか、水着着てる女の子の枠でそうなんだっけなあのね、さーちゃんは、うん、あのエッチするためだけに生まれてきた体だよねっていうコメントで、コメ版ですマジキモいあのさーちゃんよくそんなキモいコメント思いつくよねおっぱい出してるさーちゃん自然に出ちゃうぞ、俺はなんとですね、その広島のさーちゃん、はい、本日バンってなりましたなんで、あ、なんか見たわツイッターかなんか見たわどうしてあ、なんでバンになったのタイトルタイトルではバンならんでしょだって結構過激だよね、なんかタイトルタイトル、前からあなたの配信はもうチンポキして乗るよおちんぽ騎士がねすごいですからひよこ食うのはい、みんなあ、はい、いただきますケーキ大注目やんこれ下手やんってそんなことないよねいや、いい感じなんじゃない、うん、結構いい感じだと思うクリスマスアベビラフマユマユと俺の初めてケーキおで、マユちゃんにセクハラしないのってすいません、すいませんあーちゃんが言ってますあ、すいませんあ、いい感じじゃん関西出るよすいませんあちこい、あちこい中村のいや、お母さんお母さんなんそう、中村くんのあ、いい感じにねえ、やめてクランくんクランくんいる明日なんかの前そんな嫌がらなかったのに今わかんない彼氏いるから、うん、デリケート最近でも中村くん女の子とコラボして自枠早々に切って、うん、女の子に枠つけさせるのね、うん、で、何するかっていうと、うん、手フリーになるじゃん、うん、でめっちゃケツ触ったりおっぱい触ったりしてしてませんしませんやばい違います違いますほら違います、僕騙してませんスケベグループはもらえるか解明するかできたよはい5個ね5個絶対俺これなんで絶対一番うまいじゃん、これあーよくこれこれね、中村あ、待ってどうしたミニオンさんも生きさんじゃないあ、だからえ、だからもう一個あるもう一個ここにそうそうそう何しろこいつは分かんない二人でなんかずっとまっすぐ見てるな直立不動でさなんか座るやめてくれへんしかもなんか隣行ったし、うん、今度気持ち悪い靴下一緒なのがやばいよなんかありがとうございますありがとうございますしかも何も映ってんねこれこっちタルトとあれどっちがいいの、うん、ショートケーキでもいいあ、大丈夫です、はい、うわ大丈夫なのかなどうぞ食べるケイチあ、ヒヨコダメだよなんでなんでうまそううまそうマジありがとうえ、何分かってするあ、まあうまっ5とか4にして4にしてうまっどうせあの豚食べるからえ、おっとおっぷねなんかムースになってんだあ、美味しいオッケーほんとうんあ、でもこれアルミフィルムかさどうかこれ美味しいレーズン
通じ合えるならね。え、イチゴも食べない？え？イチゴも？失礼します。なんで喋んないの？喋ることがない。これやっぱこのケーキやな。これ？うん、そこの新宿の。あれうまい。ルミネに入ってる。うまっ。うまい。うまいね。これだけあるわ。誰が無駄なやつなんだよ。3000円取られてるほんま？わかんないですね。家臣？うん。BGM で聞こえない。あれ？家臣と家に住んでる人？今あの、あなたは違う。もちろん、もちろん。薄い限り。1枚。1枚。もうちょい。それとは違う。家臣と三鷹に一緒住んでるって言ったじゃん。そうそこで住んでちゃうの。あ、そこが、それがミニオンなの。うん。え、元は何、家臣の友達なの。あ、違います。あのさ、家賃取られてる疑惑あった人でしょ。うん。あ、まあ、いや、取られてないです。もうね。1日3000円。そんなことないです。はい、ユニオンさんと、何か。うわ、一番でかいよ。チーズタルトかショートケーキか。食べ合い1個したら。何だって？全部歌う、全部あげるって。全部あげる。全部あげる。全然ないです、全部は。どっちでもいいです。あ、これだ、いただきます。これは。いただきます。はい、召し上がれ、どうぞ。いただきます。おいしい？いただきます。いただきます。まだいただいてねえんですね。はい。感想お願いします、ミニオンさんから。あの、意味がわからん、なんでマスクした状態で食おうとしてるの。すいません、マスクあれなんで。歯がないの。歯はあります。歯はあります。はい。誰のこと言ってんの、お前それ。え、マスクしてる人って歯がないかなと思ってね。どう、甘くて美味しいの。甘くて美味しい。よかったです。あの、ワインを沸かしよう。ふわっちいい、うんこ食わせてくれる。なんでミニオンさんアカウント作んないの。携帯があれだったじゃん。携帯ないの。携帯がないの。え、どうやって直樹さんと天然ちゃんの iPhone11 あげたの。あ、へえ。ほんまに思ってた。黙って。つないでるの、それは携帯。はい。頭でんかい。
携帯もないし、うん、身分証あるの、身分証あるの、あります、うん、働いてる働いてないです。今違う、今もやろ。あ、そうです。最後いつ働いたの？いつですかね、去年、去年、おととし去年、おととし、はい、あれだよね、おばあちゃんの年金くす、なんか、くすねんて、それだけど、あ、それなおき、あ、それなおき、え、ミニオンでも何で生きてんの？じゃあ、だってあげてないんでしょ。え、実家？からもらってます。あ、そうなんだ、はい、お父さんお母さん何歳？わかんない、何してる人？わからない。そんなことあるかよあれ、ミニオン君は何歳？23で。そうです、23歳。めっちゃ若いじゃん。ユマリより若いやん。そうだ、うん、言ったもんね、ユマルかかってこいよって。あ、言ったな。え、そうなんだ。まあ、ユマルダメだね。俺もうイベント今度ぶっこ抜いてやるから見とけよって。見てよ、もうユマルで見てるかって、うん、あ、見れてないか、多分ブロックしてるかっこいい。え、ナオキは何歳？23？33です。俺より年上だった。え、そうなんだ、うん、33です。どういう感じ、10歳だって年下じゃん。はい、クランクもない。謎だよね。なんさタイプだったとか。いや、もうだったタイプ。そうです。タイプだったタイプだったの？タイプだったって。そうですねって。え、なんでそこだけ食い気味に言うの？なんかおもろいと思って。思いっきりなんかそれが声出して言ってたよ、今、うん、なんか今まではね、微妙な感じだった。タイプなんのつろ、まあ、そうですどこで知り合うか分かれる。え、もしかしてだけどさ、なんかそういう系の出会い系じゃないよね。違います。じゃあ何で出会ったんです？出会いの内容は言えないんだ。言えないの？謎のベールに包まれるって感じね、そこの部分は。いや、今これやれば配信言ったら変わるんだろう。今度見てみよう。いや、別にいいやんって言われるんだけど、気になるじゃん、だって歳もめっちゃ離れてるしね。闇バイトか。そう、だから歳近かったらね、なんかなんか10歳違うのに絡んでるっていうのが謎なんでしょう。ちょ、一回さ、ファン残して。いけるんすか、ミニオンさん。いや、できないです。めっちゃ面白い、この前。え、なんかフレーズあるの？飛んだ時の。え、アイテム飛んだ時の。ないのよ、だからありがとうございます。ドンキドキドンキドキ。そうでしょ。ちょ、一回でドンキからスパイティス。やってないです。やったよ、お前。やってないです。みんな行けな。やってたじゃん。やってたろ、どんつかすこれ。やってたよね、みんな。直樹だっけ、それ。直樹、どっち？やってたでしょ。いや、ミニオンくんですね。だよね。やってよ。え、見たい。やって。じゃあ、誰か一発いいですか、花火が何か。花火お願いします。お願いします。直樹くんに言ってほしいって人、お願いします。あ、だから 俺が言ったからダメだ。ごめんなさい。花火お願いします。言えないです。じゃあお願いします。ちょっとペガサスって言ってた。ペガサス、えこれやってた。もうペガサスやってた。これやってた。ペガサスだ。これやってた。ペガサスだ。これそうでしょ。あの時フェニックスばっかりフェニックスってこれが M 回だって。 M 回やろうね。 M 回、4回ミニオン、来年もよろしくお願いしますよ、ミニオンさん。来年も年明けはないですよ、ミニオンさん。ちょっと今はないです。なお、ミニオンは
は直樹枠では歌まで歌ってたぞ。違うんだからね、やっぱね、好きな男のためだったらはっちゃけるんだよ。あ、そういうこと、そういうことでしょ。ちょ、タバコもな。どういうことだよ、お前。タバコな、スパスパやこれ、お前見たもん、動画残ってるんでしょ、全部リスナーが送ってくんね。そうですか、そうやねんて。びっくりしたわ。だから演技なのちゃうかって言われて、これ演技、うん、あ、ドンツク。ああ。お願いします、宮野さん。ドンツクがすごい、ドンツクかい。ペガサスは、ペガサスはこれ、じゃあ一回置いて、ペガサス、お願いします、宮野さん。こうやってペガサス、こっちにこうやってペガサス、ペガサスってこうやってドンツクだ、ドンツクだすこい。ありがとうございます、ドンツクだすこい。ナミオホーレン元凶みたいな。マイクつけるミニョンに。あ、ペガサス来たよ、ペガサス。あ、お願いします、ペガサス来たよ。ドンツクロスコイ、ペガサス、ドンツクダスコイ。ドンツクダスコイ、ありがとうございます。ペガサスは、ペガサスは、ペガサス。言わないよ、ペガサス、ペガサス。ペガサス、ありがとうございます、ミニョンさん。ミニョンさんのおかげで上がりました、収益が。ありがとうございます、うん、ミニオンチート少しでも景気ないね。これからな、ミニオンくんチート使うとな、出てもせん。失敗とか引っ張るとかも。ミニオンさん、今日は会いますかね。僕はね、携帯ではないんで音信不通ですよ、言わなくて。 OK、 絶対に全力で言ってくれって言ってたもんね。そうだ、そうだ、全力で、そうだろ、全力で言ってくれって言ったろ。全力で言ってくれって、全力で言ってくれって。正解、正解、そうだろ。いいですか、じゃあ、うん、ミニウス、全力で言ってくれ。全力で言ってくれ。全力でいいですか、ミニウスさん。全力で言ってくれ。何でも言うやん、ミニオン。怖いよ、ミニオンがあるね。ありがとうございます、ミニオンさん。真からね、これね。バギーのマネージャーはおらんの。今ね、卒業したんだよ、田中さんが。そうなの。あ、そうなの。そうそう、あれ、なんか女の人だって。そう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 。いつ今ね、まあ、先月かな。知らんことね。卒業して、あ、どうなんだ。今マネージャー募集中なんですよ。マネージャー募集中で、今青木マネージャー、マネージャー募集中、住み込みオッケーだ。事件です。いやー、ヤニ切れです。マネージャーヤニ切れ、はい、やばい、そうそうしてるもん。どうなの、 今ミニモットで僕に紙タバコ吸えないんですかって。ここ紙、紙は感じで、あ、外でいいよ、うん、外。それは普通にあれ、卒業、卒業、そうそう、もう前も引っ越すしね。おうおう、マネちゃん見えない、ごめんなさい。マネージャーどうするの。まあだから、また再募集、面接したマネージャー、作ります。車持ってて、うん、ないぞ、なかなか。あ、そうだね、うん、車持ってて、うん、おるやん、うん、嘘、え、だから車持ってて、ね、どうどう、前の、それ、すでに来いで、すでに来い。だから、あの、前の席は、あの、絶対直樹とミニオンで、後ろに真由。なんで私、サブみたいな。で、だから前と二人きりでいたら、ミニオン君嫉妬するんだって。もうしばらくエキサントで、しばらく一緒にイベントやったら、おもろそうだ。まあ、女性かな、女性探してる。女がおらへんのなかなか。女でまず車持ちなんていないで、都内で。ないですか。結構お金持ってる人、そう。あ、なかなかおらへんの。時間の融通聞いて、ね、中村くん、あれ、奈々ちゃんの運転手どうなったんですか。いや、俺フルシカト、フルシカト、僕もなんですけど、うん、あいつ、自分の好きな陰口しか雇ってない。
携帯やふわっち配信者と思われたの。あ、なんかナナちゃん、なんか配信してたね。新しいもうちょいはマジで自分の性の開け口しか雇わないんだよ、マジで。いや、細っぽい。ちょっと男性とね。細っぽいっていうかね、あのね、猿っぽい人が好きなんだよ。ああ、確かに直樹ね。そう、直樹みたいな、なんかちょっとチンパンジーみたいな顔が好きなの。直樹は。ピンマイクつけます？いや、あ、大丈夫ですか？ミニオンさんだけつけてるけど、聞こえない、聞こえてないよね、絶対。これピンマイクあるって。つける？つけますか？つけた方がいいんですよ、つける？ほぼ聞こえてないでしょ。一回つけてみる。一回つける。それピンマイクつけたらさ、うん、どうなの？面白い。それからみんな使ってるよね、配信者。これツイキャスみんな使ってるわけですよ。もっとこもれんな。でもこれはこもれんだし、これこもらない。失礼します。すいません、喋ってもらっていいですか？はい、聞こえる？ちょっと待って、こもってる。いや、ちょっと待って、こっちで。すげえ、これ。多分ね、ミニオン君の声がすげえでかく聞こえてる。ドンツカスコイって言っていいかい？はい。あ、ドンツコダスコイ。どう？来る？来る？おー。おー。おー。でかさーって。来る？ペガサスって。ペガサス。最高やで。最高やで。ちょうどいいで。聞こえる聞こえる。ここなっちゃうんや。ミニも聞こえるで。よかったよ。はい。耳元にいるみたいだってよ。あ。俺の耳元においでって言って。俺の耳元においで。俺の耳元に おいで。花火いいですか？花火いいですか？全力で頼む。全力で言ってくれ。全力で言ってくれ。すいません。全力でお願いします。全力で言ってくれ。全力で言ってくれ。あ、全力で言ってくれ。トキ静かだ、バトルさせよう俺。ミニオンか。トキ静かさん、じゃあ配信しない。今見てみる。確かにちょっとトキ静かと顔似てるよね。ちょっとね。ちょっとバトルするぞ、トキ静かと。やってる？うん。コラボ入れてないんじゃない？あいつ、うん、あ、入れてないわ。ほんまに？いないバトルしようって。他の誰かいる？うちのミニオンと時静か。いないんだよね、時静かは。あ、今コラボ中？あ、じゃあ終わってから、ちょっと終わったら教えて。絶対勝つぞ、ミニオン。絶対勝つぞ、うん。この後ね、トキ静香さんとバトル行くんで、バトル、どれ勝つぞ、ニオン。チャージお願いします。全力で行ってくれって。言ってあげて、全力で行ってくれっていう。ミニリス行くぞ。全力で行ってくれ。ミニリス行くぞ。ミニリスって。ミニリス転校って。あ、ミニリス転校。あの、いよいよさ、バトル始まったらさ、カメラをもう、ほうにさ、もう近、もうね、うん、ミニオン専門で、ミニリス行くぞ！ミニリス行くぞ！ミニリス行くぞって。30人、ミニリス行くぞ。あ、ミニリス行くぞ。32、32。ミニ、あ、なるほどね。32、32。いや、まだバトル中だから。あ、バトル中、うん、終わったら教えて。次、俺たちは、うん、ドキドキしてきた、うん、初めてのバトル。
収益の一部はミニオンさんに入ります。そうなん、気合入ってる、はい、バトル分かる？ちょっと分かんないです。あのバトルってリスナーさんにアイテム投げてもらうね。で、はい、投げてもらうと課金ポイントでその勝敗が決まるわけ、はい、OK、差し込み来るぞとか、うん、いいっすか、ね、はい、ペガサスいっぱいあるんだよ、ペガサス。アイテム来たらどんですかすこい、OK、はい、どんですかすこい、アイテム絶対来るから、はい、もう収益はねお渡しするんで、うん、一部収益嵐金稼げるよ、うん、金稼げる、稼ぐチャンス今いっぱい稼いで直樹とホテル行きな、あ、はい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 、狙ってください、狙われてるじゃん完全に。そうですね、タバコ吸ってきまーす、はい、トイレ、うん、え決まってるじゃん、まやちゃんが今ね何してるのかって、クラウンくんといつ帰るからって、ちょっと伸びちゃうからって、ちょっと長くないって来てるかもしれない、まだまだあんのこれバトル、あと1分40秒、うん、パンダさん、あ、パンダさん、うん、なんか時静かがなんかツイートかなんかしてて、ちょっとあれ何？ちょあの盛り上がる BGM、盛り上がる BGM、コチョウランですよ、遊戯王、あ、コチョウランでもいいやん、コチョウランでも、コチョウラン、うん、用意だけしといて、ミヨンさん、緊張しますか？あ、そう、何もなってねえよ、俺、これミヨンさんの頑張り次第で、あのもらえる額も変わりますからね、長男も流しよ、これ俺はもらわないんで、あの、まあ、一部もらえますけど出る、いくらミニオンアップいける、イブん、ミニオンアップ、じゃあミニオンさんねバトルするんで、あ、そう、インカメ、ちょっと待ってね、勝手にしないとダメだよ、これ、時計しますか、あ、来た、こっちもあるよ、あ、あるよ、え、ん、いえ、鬼滅やかな、うえ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 、ほら、あるじゃん、これこれ、ああ、2番目、